はいこんにちはレトスのオーノです7月9日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日です短期集中実力アップ講座では法律知識が全くのゼロからたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいますもしあなたが 少しでも勉強したことがあるのであればその方よりも一歩も二歩も前にいますつまり今からでも逆転合格は十分可能です逆転合格するためには効率よく要領よく勉強する必要があります覚えるべき部分は覚えて理解すべき部分は理解するこれを間違えてしまうと一向に点数が伸びません短期講座では問題集を進めるだけでこの覚えるべき部分は覚えて理解すべき部分は理解する この二つが一緒にできるように解説を作っております。だからこそ3ヶ月で一発合格できるんですね。今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指している方はお待ちしております。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、あなたの受講をお待ちしております。それでは問1に入っていきます。B は A に対して B 所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。その後 A に 破産手続き開始の決定があると A の代理権は消滅するが A の代理権が消滅しても C が全員無過失であればその売買契約は有効である丸か×かという問題ですこの問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えは丸です B が本人、A は代理人、C は相手方という状況で、代理人 A が破産手続き開始決定を受けたんですね。でそうすると、代理権は消滅します。これは、破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるからなんですね。まあ、本人保護を目的としています。でそれに反して、代理人 A が代理権を行使した場合、相手方 C も保護しないといけないんですよね。 この場合、まあ、代理権消滅後の表権代理というルールなんですけれども、相手方 C が全員無過失であれば、表権代理が成立して C が保護されます。C が保護されるということはどういうことかというと、代理に A が行った売買契約って有効になるんですね。なので、この問題文の C が全員無過失であれば、その売買契約は有効である。これは丸になるということです。それでは問い2に入ります。宅業者 A が B 所有地の売,の売買の売買の依頼を受け、B と1000人売買契約を締結した、A は B の申し出に基づき、契約の有効期間を6ヶ月とする旨の特約をしたときでも、その期間は3ヶ月となる、丸かバツかという問題です。え答えは、丸ですね。1000人売買契約の有効期間の最長期間というのは3ヶ月なんですね。それよりも長い期間で特約しても、3ヶ月に短縮されます。 なので今回の問題6ヶ月っていうふうに契約してるんですけどもこれは短縮されて3ヶ月になるということですでこれっていうのはお客さんを保護するためのルールなんですね1000人媒介契約をしてもしその媒介業者がしっかり募集活動をしていなかったら依頼者困りますよね B さんは困るわけですよでも3ヶ月という規定があれば3ヶ月を経過した時点で他の業者に変えることができますよね だから1000人売買契約の有効期間は最長3ヶ月という風なルールにしているんですねちなみに専属専任人売買契約も同じです一方一般売買契約これについては有効期間のルールはありませんのでどれだけ長くしてもまた短くしても構いませんその理由っていうのは一般売買契約は1000人売買契約専属専任人売買契約と違って他の業者に自由に頼めるんですよね 契契約、先先人媒介契約は宅建業者1社に限られるんですだから、その1社がちゃんと働かなかったら困るわけですよ。一方で、一般媒介契約は何社でも売買依頼できるんですね。だから、1社頼んだとしても、その業者が働かないというのであれば、じゃあ、違う業者に頼みますって、違う業者にも重ねて、まあ、2社とか3社とか4社とか頼むことができる、媒介依頼をできるので、だから別に有効期間は短くても長くても構わないと。 いいうななルールーになっていますこのように一つ一つ理解しながら学習を進めると忘れにくくなりますし応用力もついてきますえ丸暗記学習では実力は上がりませんなぜなら何度やっても忘れてしまうからですえ合格するために理解学習をしていきましょうで3番ですね開発許可です学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は開発許可が不要である丸か×かということですね 答えはツです、まあ。幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学、え専修学校、まあ。そういったものの建築を目的とする開発行為は原則許可が必要なんですね。例外には当たりませんので注意してください。したがってツになると。開発許可不要ではないからツということになりますで。これは基本的な問題で、まあ、単にえ覚えていればえ解けるんですね。 しかし、この問題を少し、えー、いじってしまったり、違う角度から出題されると間違える方が非常に多いんですね。なので、まず考え方をしっかり押さえておくっていうことが、まず一つですね。これは前回の動画からお伝えをしている内容です。考え方の流れですね。これをちゃんと押さえる。で、この問題に限ってなんですが、ちょっと引っ掛けポイントがあるんですね。まあ、ただちょっとこれは無料ではちょっと説明できませんので、短期講座で解説していきます。 そして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました効率的な勉強ができれば今からでもまだ間に合いますもう来年勉強したくない今年で終わりにしたいという方は動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います新たな事故をお待ちしておりますレトスの小野でした